さあ、今回もコサックスエディターモードで遊ぼうやっていきたいと思います。さあ、もうね、作りました、ステージ。今回は迷路地見ているこのコースに民家をですね、真ん中に一つ、ここに、ちょっと待ってね、未完成がありました。まあ、ロシアの民家でいいか。民家を4チームなんで、4つ、4チームで4つか。ないな。まあ、取れちゃうとこと、戦闘がないと取れないとこ1個。取れるとこ。あ、こっちが不利か。2、4、6、7。7個なら4、3とかでギリ勝ちとかもありえるね。よし、これでいこう。で、今回前回より、ちょっと変更点加え、5つですね、この家が。なんでちょっとこの辺は追加が必要かな。で、前回はじゃあロシア。しまった。ロシアしまった。ロシアが、どう勝利をつかむかというところで、私が前回応援したイングランドも頑張っていただきたいですね。で、今回もまあ一応真ん中に全軍向かわせるっていう手でいこう。で、今回は騎馬隊を導入しまして、まあ、しょうがないか。ちょっと差が、騎馬隊も激しいんだけど、まあ、とりあえずできる限り強さが同じようなやつを出したいと思います。で、今回数が多いね。トルコに本当期待したいとこ。トルコ弓騎馬しかいないと思うんで、結構他のと性能が違ったりするんで、そこも案外ストロングポイントなんかなと思いながらね。これしか作れないか。まあいいや。では、とりあえず作って。ダメだ、ロシア、これがないのか。あ、ならこれ帰れそうだな。46秒、強いのか。46秒、いいね。これが来るタイミングが彼らの強いタイミングみたいなね。あ、これも、じゃあ一緒か、大体。こいつも羽の生えたやつ。あ、39秒。これの7秒の差っていうのがどうなるかだな。これ出るかもしんないね、外に。ちょ、これ壊すか。ポーランドは1番。とりあえずこれの5個。で、オッケー、羽、オッケー。3番。数に期待。10秒。7秒。7秒か、弱いんだろうな、これ。10秒にしとこう、一応。さすがに多いからな、7秒だと。さあ、皆さん準備できましたね。行きましょう。さあ、今回ね、ちょっとこのすぐ入って戦うっていうのをなしにしておいたの、なしにしておいて多分ないと思うので、そこを極力真ん中でね、戦えるようにはしているので、そうなってくれるよう期待しよう。さあ、まずトルコ、弓じゃないんだ。いいね、いいね、そっちの方がまあいいわ。さあ、極力真ん中でも追ってくんだよな、こいつら。それをね、結構防ぎたかったんだけど、薄い方から多分追ってくな。
さあ現状確認しとかないと。これがトルコだよね。トルコが1個、ポーランドが4個、あ5個、ポーランド5個。あ、まあまあ最初だからね。青は取らないと意味ないんだよな。ロシア1個ですね。まあ戦闘が進んでくれば、てか一旦取ってくんないか。取れないか。取れないやつとかもいるんだよね。まあ基本的に、ね、このようにね、通過すれば取れるんで。ロシア、ああ、取りましたね、ほら。勝手に取るんでね、その辺はいいか。さあ、騎馬隊がどう効いてくるかなと思ったんだけど。騎馬隊、あ、でも強いか。でもすぐ死ぬな。さて、青、イングランドですよ、青は。なかなか押し込めていないような状況。押し込んでここだけはものにしないとね。羽の生えた馬、羽の生えた馬で、羽のついた鎧を着た騎兵が強いようです。すごい刺していく。あ、来ましたね、イングランドも。イングランド騎兵がナイトですよ、これ強いでしょ。これは一騎打ちか、一騎打ち来るか。依然ポーランド、ポーランド誰も真ん中取れてないね。トルコ対ロシアの戦いはロシアが押していたんですが、トルコが押し返しまして、お、真ん中トルコのものになりましたね。トルコあそこ止まっちゃうな。ちょっと待って、トルコ、ここね、トルコ。今のやつ悪いけど、もうちょっと前で。あー、ロシアが、ロシアの馬出てんのか。ロシアの馬見え、え、見てないんだよね。ロシアもしかして馬いない。それだとだいぶハンディだね。あ、遅いだけか。トルコが今3点取りかましておりますね。これ決着のタイミングまた結構難しいんだよ。25分とかにしようか。完全制圧とかしてくれると嬉しいんだけどね。それが一番分かりやすい結果ですし。イングランドが2点取り。お、トルコ2、イングランド2で今並んでおりますね。あとポーランドの2、ロシアは1点。あー、ちょっとトルコが押していって、ちょっとこれイングランド厳しいから維持できないな。ポーランド勝ったのにちゃんと。さて、ものすごい勢いでトルコが、トルコすげえな、ここから入ってきて右側に抜けていったな。1個ずつ追加する、もっと大軍の方が面白いか。ここだけ追加しましょう。騎馬はもう現状で、あ、ポーランド、ロシアをですね、コピー&ペーストの方が早いかもね、建物ね。そうしよう。大体この辺なんだよ。で、ちょっと軍隊を追加していこう。多い方がね、多分よりワンサイド化すると思うんですけど。さあ行こう。兵数増えます。でもオイフが押し込まれる展開なくなると思うんだよな。均等に行くし。さあ、せっかく門2つ作ったんだからうまく配置した方が良かったな。
基本片方に寄ってるんだよね。トルコがその点うまいかもね。トルコただ人数が多いか。さあ今ポーランドが一気に4点取りかましております。ポーランドが勝つのか。やっぱ真ん中合計10点とするならば7個なんで真ん中4点としようかな。そうするとよりポーランド有利な気もするな。キバ来ましたね。もっとね軍隊戦できるんだけど、どうしよっかな。鉄砲1とか入れた方がいいかな。この状況なら鉄砲まだありだよね。やっぱね1個増やすとねトルコが一気に強くなるな。秒間の差があるからね。トルコはこのスピードだからね、出るの 1.5 秒とかで1人なんで、こっちがね、まあ、2秒ちょいなんですよね。ちょっとだけトルコの方が有利と。今の人数把握しましょう。ポーランドが120、イングランド60、トルコが250、ロシアが50。はい、ポーランドとトルコが2強だな今。トルコの1強じゃないかこれ。さっきはでも戦いがスピードアップした感はあるな。ちょっとねこれね押し込んじゃうとね止まっちゃうんだよね。さあ真ん中やっぱトルコか。鉄砲導入しようか。でトルコだけその状況で鉄砲導入しようかな。ちょっと不利かトルコ。トルコのですね弓もっと速くてね1秒で1体出てくるんですよね。それやっちゃうともうトルコ圧倒的になっちゃうんで、そう考えもんですね。さあ馬があんまりうまく効いてないな。さあポーランドね右から入りすぎてるせいでイングランドを潰すことができてるけど、トルコにボコボコにやられているな。ちょっと手直すか。もしこっちにしたら多分左から行くと思うんだけど、まあ、今しょうがなく左から行ってんな。さあトルコのコンスタントな攻撃が非常に強い。左に流れてほしいな。こっちか。あ、流れた流れた。よし。3-3くらいにしたら、これ左に向いてない？オッケーオッケー。よし、これで、あ、でもトルコ押し返すかもね。これでまあ3-3なんで結構いい感じだと思うんだけど。イングランドなんか、いい感じ。いじらずともいい感じなんだね。アデロシアがとうとうトルコに追い詰められております。あ、25分過ぎたな。一応現在の状況だとトルコが勝っちゃうんで、まだ伸ばしましょうか。イングランド2か、まあ、4点ルールなしとすれば今 2-2-2 で並んでるんでね、まだねトルコがね今押し込まれてるんで状況変わると思うんでね、それに期待だな。やっぱトルコが押し込まれるとロシアが息を吹き返すと。いや、その結果イングランドが押し込まれてしまうという展開。直そうか。まあ、そんな夜のこちら。こっちか。ちょっと寄りすぎなんだよな、右に。右のもん見えてないのか、こちら。ん？ロシアがちょっと隙をついて、今なんと4点取りです。あ、ロシアすごい。これをまだちょっとキープしていただければロシアの勝ちということで、ちょっと2冠達成なんですけど。さあどうか。さあ真ん中で止まるので OK ですね、正直。あー、ロシア、トルコ。息を吹き返したトルコが。
さて、今の状況はロシアが勝っておりますね。ロシアちょっと落ちぶれました。ポーランドが確実に2個取れるのがこれちょっとあいつ有利じゃねえっていう状況を生んでますね。他民家置く場所、ああちょっと変えます。今更ルール変更いきましょう。この辺でいいんじゃない。そしたらまだこいつは6つ通るから、取るとき取れるっていうか取れると思うんだけど、さあロシア堅実に2個取れますね。ああトルコ今3点取りしてます。ああどうなるだろうか。ロシアが押し返すか。イングランドがポーランドに押し込まれてしまっている。トルコやっぱすげえな、人数が。でもここすごくね、同じ兵数だとしても、ロシア、トルコ、ポーランドが激しく争っていましたね。今近いアングルで行こうか。おー、ロシアとポーランド手を組んだのかという言わんばかりの共闘プレーでしたが、はい、イングランドを押し返すが、ポーランドが攻めてきましたね。もし全然体で刺していく。その他が緩めばその隙を突くのはロシアだ。ロシアが、2点取りですね。やはりトルコ。トルコ今3。ロシア2。もうちょっと増やすか？ 30 分来たので、もうちょっと、1つずつ増やしていこう。増やすだけなら簡単だな。ベースとして置いといて、ベースとどれだっけ、これか。鉄砲をちょっと追加したい。トルコどうしようね。トルコ増やすと差が開くから、一旦トルコなしで鉄砲作りましょう。鉄砲時間かかるんで、まあちょっと時差あってもいいか。で仮にトルコは遠距離いないのでちょっとかわいそうなんで、これ許します。ちょ見てみたいな、どんなんなんだ。完全弓だよな俺って。でもこっちも弓なんだよな、言っても何の音。あ、鉄砲か。ちょ、この、あ、弓ですね、やっぱり。まあまあ、許そう。早いな、でも。あのスピードで出しちゃうか。よしよしよし、いけいけ。戦争が変わるぞ。今、イングランドがすごい取っていたんですが、ポーランドが隙をついて1個ダッシュ。しかしイングランド今4個、3個、ポーランド3個。さあ来ました、ダークホーストルコ。
では35分決着でいきましょう。ってなるとポーランドか。もうちょっと待っても多分ポーランドかな。少しばかり戦況見守ろうか。弓木場があんま効いてないのかな。鉄砲あんま出してないのに、ああすごい多いように感じるね。それではラスト1分ということで、36分、37分決着でいきましょう。となるとこっから予想なら多分トルコじゃないっていう、ね、トルコかイングランドでいこう。37分決着でイングランド2、トルコ1、ポーランド3。このままいけばポーランドが勝つが、どうだろう、イングランドが来るんじゃないだろうか。どうだろう、トルコが、トルコがもっと、トルコ、トルコ行け、真ん中を取ればな。あ、行きまして、ね、どうだろう、ポーランド兵はいないのに拠点は取られないと。あー、これはポーランドか、イングランドではないのか。はい、決着です。最終結果はポーランド3、トルコ1、ロシア1、イングランド2というところで、1位ポーランド、2位イングランドでしたね。いや、なかなかの激戦でしたね。